ここでいいだろう。4人でまとまって座れてよかったね。この時間だと席空いていないことが多いから。確かにそうですね。きっと日頃の行いがいいからですね。ねえ先輩。どうしたの？難しい顔して。もしかして何を食べるか迷ってるの？メニュー表とのにらめっこはもう終わったんじゃなかったのか？俺ももう買ってきたし、あとはお前だけだぞ。お前がぼさっとしてる間にな。それでどうしたんだ？お前は不用心にも程があるぞ。財布を取りに戻るんだったら僕も。二人とも待って、今からだとお昼が終わっちゃうんじゃない？とはいえ僕もお財布は教室なんだよね。ランチメニューを予約していたから。僕も昼食を持ってきてるので力になれなくてすいません。悪い、いつも食べるメニューが決まってるから食券をまとめて買っているんだ。だから財布を持っていない。そうだ、いいこと思いつきました。先輩、半分こしましょう。あ、そうだね、それは名案だ。僕たちのご飯を半分こしていけばいっぱい食べられるよ。遠慮はするな、困った時はお互い様だろ。ちなみに木の瀬の今日の昼飯は？僕のは、はい、これ宇宙食です。この銀色のやつが。木の瀬くんは変わった趣味をしてるんだね。部長も宮地先輩も見るの初めてですか？いや、そういうことじゃなくてだな。どういう思考回路をしてたら宇宙食が昼飯になるんだ。
言っておきますけど、さすがにこれは僕の趣味じゃないですよ。宇宙科の課題、訓練の一環です。なるほどね。科によって全然課題が違うんだね。そんな課題があるのか。科によっていろいろあるよね。ところで宮地くんは何を買って。部長、どうかしましたか。宮地先輩はケーキが主食なんですね。おやつだ。なんだ、文句あるのか。糖分は疲労回復にいいと言うだろう。それは僕も知ってますけど。おやつなんだね。お昼時に注文してる人初めて見た気がするよ。まあ宮地先輩らしいですけどね。我が道を行くって感じで。何が言いたい。いいえ、何も。ねえ宮地くん、栄養のバランスが偏っちゃわないかな。ああ、それなら大丈夫です。人参やかぼちゃなど野菜のケーキもあるので、栄養のバランスはしっかり管理できています。そっか、それならいいんだ。野菜のケーキなんていうものが今はあるんだね。おやつにしては考えて摂取してますね。見た目より中身で勝負だ。うん、いつも予約して特別に作ってもらってるんだ。予約ですか。さすが部長です。先輩、宇宙時代はすぐそこですよ。栄養バランスも計算されててバッチリです。随分と気の長い話だな。昼飯くらい好きなものを食べたらいいだろう。君の好きなものを食べてね。
はあ、やっぱりですか。ま、妥当だな。君になら喜んで。たくさんあるから好きなのを食べて。そうだな、これとかおすすめかな。あとね、卵焼きと、それから。喜んでもらえてよかった。僕はこのランチメニューがすごくお気に入りなんだ。だから君に食べてもらえて嬉しいよ。たまに料理するんだけど、やっぱりこの味にはかなわない。部長が？部長は本当に器用ですね。そんなことないよ。料理の方は自信があるわけじゃないし、味には自信ないんだ。栄養バランスには自信があるんだけどね。部長らしいですね。今度部活の時にでも作ってきてください。そうだね、今度機会があったら作ってみようかな。お弁当ついてるよ。部長。本当に可愛いね。僕もこんな可愛い妹が欲しいな。気にしなくていいよ。育ち盛りなんだから、いっぱい食べて。そんなことないよ。そうだ、今度一緒に作ってみる？君ならいつでも大歓迎だよ。食べる人の気持ちを考えれば絶対に上手に作れるから。誰か特定の相手でもいいし、自分のために作るとしても、具体的に思いを込めて作ると楽しいと思うよ。こうやってみんなでお昼ご飯を食べるのも賑やかで楽しいね。でも僕はやっぱり先輩と二人きりの方が。まだ言うか、お前は。
先輩はそう思わないんですか？それは悪くないと思わなくもないが、いやだからその本人をほったらかしにしちゃうあたりまだまだだね。何でもないよ。午後の授業も始まるし、そろそろ行こうか。俺も行きます。息ぴったりだね。よろしくお願いします。今日は遅かったね。どうしたの？さっきからあの調子なんだ。熱心に話してるみたいだし、なんとなく気持ちもわかるから、しばらく様子を見守っておこうかなと思って。さっきからそう言ってるだろう。何度聞かれたって答えは同じだ。いやいや、それはないだろう。俺のことなんかどうでもいいだろう。副部長ったらまだそんな。そうですよ、部長は何を聞いてもさらっとかわして何も答えなかったんです。だからちょっとだけでもお聞かせ願えれば。くどい！お前ら往生際が悪いぞ。ですよね。すみません。じゃあ木の瀬は？木の瀬、お前はどうなんだ？こいつにそんな経験があるとは思えないがな。宮地先輩聞こえてます？それに僕頼りになりませんよ。え？そういうことあんまり考えたことないですもん。だー、他校の女の子から声援多いくせに頼りにならないな。いやいや、木の瀬だからこそかもしれないぞ。この顔だから逆に女子が声をかけづらいんじゃないか。それを言ったら宮地も。宮地の場合、この仏頂面が怖くて声をかけられないのかもしれない。何か言ったか？いや、別に。
たい。まさかお説教。お前らは何のために弓道をやってるんだ。上司に声をかけられたいからとか、そんな不純な動機ではないだろうな。いやー、まさかそんな。お前らはたるんでる。そんな生半可な気持ちで弓道をやるな。神聖な道場が汚れる。うん、君が気にするほどのことじゃないと思うんだけど。ほら、もうすぐ夏休みでしょ。帰省せず寮に残る生徒も、休日は自由外出。そうなると、恋のチャンスじゃね？だから普段他校の女子からの声援が多い人に事情聴取して過去の恋愛体験談を聞いてたんだ。みんな参考にしようとしてるんだよ。あ、先輩。今日も弓道着姿が凛々しいですね。こんなことがさらっと言えるのに、木の瀬は恋愛経験なんてないってのは絶対嘘だ。まあまあ、それは人それぞれだからね。だって部長、あいつ羨ましいんだよね。でもこればっかりは僕に泣きつかれてもどうしようもないな。ですよね。木の瀬、お前はまた臆面もなく毎日毎日よく言えるな。そう思うなら宮地先輩も言ったらどうです。俺はお前とは違う。なんだかちょっと面白い展開になってきたね。いいか、清瀬。大切な言葉っていうのは、そう簡単に口にするな。そうじゃなきゃ、肝心な時に思いが伝わらなくなってしまうことがあるんだぞ。大切な人へ捧げたい言葉は特にだ。宮地がまともなことを言ってる。本当だ。お前まさか今の聞いていたのか。
だから言ったでしょ、面白い展開になってきたって。なんだこの生温かい眼差しは。バカにされている気分だ。宮地先輩って普段は怖いけど意外に繊細な一面も持ってるんですね。ますます尊敬します。おい、木野瀬も何か言ってやれって。おい、お前らいい加減に。はいはい、そこまで。みんなちょっと盛り上がりすぎてるよ。騒ぐなとは言わないけど節度は守ってね。部長、でもお言葉ですが部長、最初に囲まれてたのは部長じゃないですか。俺たちに聞いた方が早いって。俺たちに話を振ったままいつの間にかいなくなってたんだ。そうですよ部長。嫌だなみんな。だって僕は人に話せるほどの恋愛経験なんてないから。二人の方が他校の女の子の声援もすごいでしょ。君にそう言われると悪い気はしないね。やっぱり健全な一高校生としては恋愛はしたい。だけど女の子の好みがわからない。だよな。だったら女の子の好みのタイプを知っておく必要があるね。やっぱりそこに行き当たりますよね。つまりだ、話を整理するとみんなもっと女の子の声援が欲しい。だが女の子の好みの男のタイプがわからない。お前らはくだらんことしか考えてないな。そう言うなよ副部長。そうですよ、僕たちこう見えても真剣なんです。それなら先輩に聞くのが一番じゃないですか。木野瀬、お前いきなり何を言っているんだ。その手があったかって、普通気づくところだよな。そうでしたね。ぜひ教えていただけませんか。可愛い後輩もこう言ってることだしな。参考程度にってことならいいんじゃないかな。みんな知りたいって顔してるよ。教えてあげたら。